やっほー、ゴキブリ紳士みそじちゃんよ。まずはお礼から、先週から販売開始したペットローチちゃん、買ってくれたみんなマジサンキュー。思ったより売れて、心の中でアヘ顔ダブルピース決めちゃったわ。先週のペットローチに引き続き、今週からユビアちゃんの販売再開しますっていう話。よいちょー。去年の11月から販売休止してたから、だいたい8ヶ月ぶりくらいの販売ね。去年と比べて餌とか飼育方法いろいろ変えて、より良い状態のユビア販売できるかなって思ってるから、みんなには超期待していてほしいわ。てなわけで、宣伝のためにいろいろ動画撮っていくわ。まず今画面に映ってる子は種親ちゃんたち。最近仕入れたばっかりで、まだちょっと体が平べったかったり、状態があんまり良くない子たちね。この子たちを長時間かけて種親にして、生まれた子供たちを育て上げたのが、じゃじゃーん、この子たちっていうわけ。私は仕入れたまんまゴキブリを転売するってことは絶対にしないようにしてて、うちでちゃんと増やした子たちをこんな感じで、この白い大豆粉とリンゴとバナナとほうれん草などなど7種類の野菜とか果物を使って増やしてるっていうわけ。ラビットフードとかドッグフード、個人的には別に使ってもいいとは思ってるんだけど、そういうのが嫌っていうお客さんも少なからずいるから、そういう人たちが安心して買えるように、ギビアちゃんにとって体にいいものばっかりを選んで食べさせてるわ。さらにその中からちゃんと状態を見て、例えばこの子みたいに体が平べったい子とかはちゃんと省いて販売してるから、そこら辺は安心してほしいわ。販売する単位はグラムとか重さじゃなくて、100匹とか50匹とか300匹とか匹単位で販売していくわ。何匹って書いてはあるけど、何十グラムを1匹として何匹相当入れてますみたいなことする人もたまにいるんだけど、私は個人的にそのやり方あんまり好きじゃないから、ちゃんと1匹1匹手作業で数えて発送するわ。私が手作業で数えるってのはちょっとあんま信用できないかもしれないけど、一応ちゃんと数えた後に、私の数え間違い保険で何匹か多めに入れておくから、表記している数より多くなることはあっても少なくなることはないっていう認識で買ってもらって大丈夫よ。自分で言うのもなんだけど、飼育だとか餌だとか発送だとか結構手間暇かけてやってる子たちだから、自信めっちゃあるわよ。そんでもって一応発送方法なんだけど、ポスト投函ってのが一番安くてやってる人多い。去年も私ちょくちょくやってたんだけど、今年ちょっと私知り合いにギュビア売った時にやらかしちゃったことが一個あって、ギュビアちゃんが思ったより元気良すぎて紙袋食い破っちゃったっていう事件があったの。これはもうめちゃくちゃ反省したわ。幸い段ボールから脱出しなくて、なおかつ優しい知り合いの人に販売したから、ああ全然段ボールからは脱出してないんで大丈夫ですよとは言われたんだけど、やっぱり生き物を逃がす可能性ってのは限りなくゼロまで下げる必要があると思ったから、今年はポスト投函はやめておこうと思うわ。60センチだとか80センチだとかの段ボールでちゃんと送るっていう感じにするわ。そんでもってギュビアちゃんを入れるのも紙袋はもうやめて、このお弁当パックで発送するわ。これね、アウェイクで出品するように買ったんだけど、蓋とかが結構しっかりしまって結構便利なのよ。このケースにギュビアちゃんぶち込んで、四隅ちゃんとテープ貼って発送するっていう形を取りたいと思ってるわ。だから他の業者さんと比べてちょっぴりだけ割高な価格になっちゃうかもしれないけど、そこら辺はご了承願いたいわ。そんでもってその価格の上昇ちょっと嫌だっていう人は、ツイッターで個別で教えてくれたら、紙袋使うなりなんなりしてちょっと安めに販売できるようにはしていこうと思うわ。ただしさっきも言ったと思うんだけど、やっぱりギュビアちゃんが紙袋食い破っちゃう可能性もあるから、一応紙袋二重にして梱包するはするんだけど、ちょっとトラブルがあってもそこら辺は対応できないってことはご了承してほしいわね。お前がそれでもいいって言ったんだから、そういう風に送ったんだぞっていう、ちょっと上からのスタンスで行くっていうことだけはご理解しておいてほしいわ。去年ちょっとデュビアちゃんを売りすぎて途中で販売できなくなったっていう嫌な事件があったから、今年はヤフオクの販売数ちょっぴり絞り気味でやっていくから、そこら辺もご理解願いたいわ。月にだいたい
1000から2000の間くらいを売っていきたいなとは思ってるわ。その分が売り切れたらヤフオクの出品はやめちゃうっていう感じね。まあヤフオクの出品やめてても一応販売できるようにはしておくから、もし私のヤフオクのページ見て何にも出品されてないギュビア欲しいんだけどなって人がいたら、 Twitter の DM とかで連絡くれたらなんかいろいろ準備するから、ちょっと手間かけるけどよろぴくねっていう話よ。そんでもって販売方法は2パターンね。ヤフオクとあとツイッター。本当はベースもやろうと思ったんだけど、なんか普通にめんどくさくてやめた。あれなんか初期設定だるかった。私がめっちゃ暇で手が空いたらベースでの出品の準備もやっていこうかなっていう感じね。ヤフオクの販売は説明する必要はないと思ってるから、ツイッターでの販売について説明していくわね。 DM もらいます。値段と数の相談します。決まったらそのまま専用出品みたいな感じでヤフオクで出品して買ってもらう、もしくは、まあ、個人間のやり取り、ちょっとお金先に払ってもらって電話番号と名前と住所教えてもらって発送するっていう感じね。まあちょっと手間はかかるけど、個人間でツイッターで販売できるわよっていうことを宣伝しておくわね。そんな感じかしらね。去年いろいろあって販売できなかったけど、ようやく販売ができるようになったから気分はルンルン、プジャヘンズアップ、ヘイヨー、沸かしてくフロアみたいな感じでテンション爆上げよ。もし私からデュビアを買いたいって人がいたら、ヤフオクで買ってくれるなり、ツイッターかなんかで DM くれるなりしてくれたらすごく嬉しいわ。っていうか見て、奇跡の瞬間撮れてるんだけど、めっちゃフェローチェ。てなわけで今日の動画はギュビアちゃんの宣伝についてだったわ。このままゴキブリを売って、その金でさらにゴキブリを買ってまた増やして売るっていう地獄みたいなサイクル頑張って作っていけたらなって思ってるから、ぜひ私のこと応援しちゃってちょうだい。それじゃあゴキブリ紳士のみんな、良いゴキブリライフを。ゴキブリ最高の音です。